次のバトルが始まるね。先に準備。俺のチャンピオンへの道は途絶えたが、お前らは。もうすぐバトルが始まる。準備をするか、それとも誰かと話してリラックスするか。さっきのバトル、俺は簡単に落ち、でもそれはと。間もなくトーナメント戦が。わかりました。私がここで売るのはゲイ。どこの投げ銭あればもちろん A。 無駄話はここまで。芸能こそは我流な。うわぁ、こんな陣容見たことない。上洛店のあの広場より立派かも。はっ、また会ったね。まさかここで会えるとは思わな。二人がここにいるってことは、私たちライバルってことだよ。うん、そういう。誰かと共演するのは今回が初めてなんだ。一緒に会場の雰囲気を。みんな注目！私たちの共演が始まるよ！時間が過ぎる。ちゃんと休んでね。観客席でしっかり。もうすぐバトルが始まる。試合は二人とも兄弟姉妹とせ、なんかここ私ってば。間もなくトーナメント戦が。わかりました。勝てない。
るわ。バトルでの正直、その実力、何者にも屈し。まもなく剣士はいた。はあ、そんなに驚くことじゃ。こら、早く。じもうすぐバトルが始まる。見ての通り、今の私はじった。私たちの立場、ゲームの前で。まもなくトーナメント戦。わかりました。またお会いしましたね。あなたたちの活躍、本当に印象的。あなたも感じているのでしょうか。あの方からのですが、長ったらしい形だけの話はやめにしましょう。今、さあ、一緒に踊りましょう。私たちでこの完璧。またお会いできたのですから、今度も私を打ち負かせるかどうか見せていただきましょう。最高に盛り上げましょう。本当に。お褒めにあず、次にあなたたちが対峙することになるのは全チャンピオン。つまり次。まもなく選手はいた。それはいいですが、さあ、もうすぐ決勝戦が始まる。
しっかり準備してくださいね、お二人の。ですが、さ。さっきは本当、私はこんな機会はめ。まもなく、今回、わかりました。お二人のこと。その子と一緒に勝ち進んできたんだね、ここまで。ちゃんと楽し…何も感じなかった。いずれにしても、準備はいい？ずっとこのバトルを楽しみにしてきたの。トパーズ！トパーズ！トパーズのカリスマ性がすごすぎる！でも負けないんだから、うちらもなんか言おう！これでみんなうちらの味方だね。いいじゃあ、しっかりと見分からせてあげる。元チャンピオンの称号はだけじゃないってことをね。
い。ジョバンニさんが保証してくれた通り、君たちは私に喜びと驚きをもたらしてくれるプレイヤーだった。二人の実力には感服したよ。君たちはチャンピオンの称号にふさわしい。ジョバンニさんが言ってたやり手プレイヤー、まだ姿を見せてないもんね。名誉に目がくらまないなんてすごいね。その通り。ジョバンニさんの構想だと、この決勝戦はフェスティバルの終わりじゃない。予想外のことでも起きなければ、後で彼から今後の流れを共有するための連絡が行くと。でも今は疑問なんて忘れて勝利の余韻に浸るのもいいと思うけど。今回の生還決勝フェスティバルのチャンピオンの座獲得おめでとう。あなたたちがチャンピオンの称号を勝ち、今こそ最後の。え？ま、実はこれここの階段を登った。だし素晴らしい。その決定はおすすめ。なんかすっごく寒くなってきた。雰囲気も変わったような気がする。天木図法。ねえ雪、どんどん強くなってきてるよね。もうすぐ着くと思うけど、彼女って一体誰のことなんだろう。
り。やっぱり名誉隊員は、会いに来ると思ってた。では発表しよう。今回のチャンピオンは、こいつだ。わあ、見て、人がいっぱい集まってる。この人たち、みんなうちらの出迎えだったりして。やっぱり負けちゃったけど、今回のフェスティバルで最初にチャンピオンになったのは私だからな。あんまり、はい。皆さん、ようこそ。わあ、私に優しくしてくれた仮面のおじさん。またお会いしましたね、フックお嬢さん。どうでしたか？取引の結果には満足できましたか？うん、大満足。おじさんをモグラ島に入れてやってもいいと思うくらい。それは光栄ですね。ですが残念なことに、私は開拓者のお二人と同じで、このフェスティバルは無事に幕を下ろしました。お二人はこれからどうする？そうですか。では行き先に関して私から一つ提案を。遊園地？なんか面白そうだな。おじさん、私を連れて。ああ、それは少し難しいかもしれま。くそー、魔女パ。フックちゃんも大きくなったら行きたい場所に行けるよ。あ、あそこにいるのって。姉さん、姉さんだ。え？姉さん、やっと会えた。本当に大変だった。誰？いや、あたしたちチャンピオンだぞ。そうそう、それは俺たち、今日から開拓者ファンクラブ。強者のみがチャンピオンの称号にふさわしい。変な組織文化。トパーズ、それにアスター社長、二人とも久しぶり。それからおめでとう。真のチャンピオンの称号獲得おめでとう。二人ともありがとう。もうそんなにかしこまらなくていいのに。この子まだこの性格のままな。あ、この子のこと忘れ。二人がここに来たのって、この子についての話を。そうだよ。でも具体的なことはそんなに厳粛にしなくていいのに。でもトパーズさんの言う通り、私たちがここに来たのは、そのこれまでのいきさつはあなたたちも知ってると思うから省くけど、突き詰めて言えばあなたたちの選択を見届けるためね。うちらの選択を見届ける？そう、あなたたちの選択。このプーマンは確かに可愛いけど、私にとってはただのデータ群、コレクションの一つでし。私にはあなたたちのようにこの子と一緒に過ごしたり戦ったり喜怒哀楽を共有したりしたことがないから、この件に関して私があなた。でもあまり重く考える必要も、私の気持ちに配慮する必要もないわ。あなたたちは自分の心の。だってこの子はあなたたちの仲間で、今回の出来事もあなたたちの旅の。ありがとう、アスター社長。でもうちには決断する勇気がないんだ。やっぱりあんたが決めて。あんたは決めるのが得意だし、頭もいいし。そうだよね。そうだけど、ダメ？大切なことだから慎重に考えて選択しよう。わかった、アスター所長。これがうちらの下した決断だよ。わかった、あなたたちの下した決断を尊重するわ。これで一件落着だね。こ
ここまで付き合ってくれてありがとう。本当に短かったけど、忘れられない旅になったね。